ですね。で、プロアカペラグループのトレイントーさんの曲を主にコピーしております。本日はその中から2曲お届けしたいと思います。はい、まず1曲目にお送りしたのはそのトライトーンさんがカバーをしているドリカムさんのラブラブラブという曲をお送りいたしました。私たちは1年生の頃から長い間4年間続けてきて、今回がサークルで最後のステージになるんですが、お客さんこんなに来てくださって本当にありがとうございます。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 そうですね。で、4年間の集大成として心を込めて歌いたいと思います。元気、ね、あ、そう、あだ名ハリーって言うんですよ。ケンイチなんですけどね。そうなんです。私たち、まあ、あのストリートコーナーシンフォニーアカペラサークルでして、こう本当に私1年生の5月6月本当に新刊を受けてる時から組んでるバンドでして、ずっと同じ5人で4年間やってきて、本当に今日が最後のサークルライブなんですけど、まあ私ね、先ほどのボクシーちゃんたちは1年生でこう1年間バンドを続けてきて1年間の思い出があって、私たちもこう4年間分の思い出があってですね、その中にはまあ楽しいことばっかりじゃなくて、すごい悔しいこととか悲しいこととか上がったり下がったりのこの4年間を一緒に過ごしてきたんですね。でも今思い返してみると悩んだのもすごい良かったなというか、すごい全部楽しくて、楽しい思い出と、で私たち5人だけじゃなくてサークル全員100何人の仲間たちとつながり合えたこととか、何よりこう歌ってて楽しいっていう気持ちがすごく嬉しくてですね、かけがえのない4年かなと思っております。でですね、2曲目にお送りする曲が歌声に包まれたならという、これもトライトンさんの曲なんですけども、こちらすごい歌うことについて高速晴れやかに優しく歌っている曲なんですけど、こう私たちをつなげてくれたり、今日ご来場いただいたお客様と会えたことをこうつなげてくれた歌アカペラに対してこうありがとうの気持ちを込めて、心から頑張って歌いたいと思いますので、楽しんでお聴きください。ではお聴きください。歌声に包まれたなら。See you.